さん、はじめまして。ウパルパネコドッグ、プロペラネコドッグ、犬、プリンです。今日は皆さんと一緒に、ウパルパネコドッグ、プロペラネコドッグ、犬の楽しみ方を考えていきたいと思います。パン。2011年10月29日、南堀江ライブスタジオゼロで行われるウパルパネコドッグプロペラネコドッグ犬初ワンマンライブでは1時間半にも及ぶエンターテインメントが繰り広げられますので、それを皆さんと楽しんでいただけるために、これから私と一緒に勉強していきましょう。まさこも一緒にお勉強していきます。よろしくお願いします。まず第一の、ウパルパネコドッグ、プロペラネコドッグ、犬の特徴として、ツインボーカルであること。実を言うと、これは幕の内弁当を好む日本人には最適なのです。なぜならもう、男ボーカルでも女ボーカルでも、どちらかを好きになればいいわけですから。数打ち当たる的なことですよね。あとは、スープ。素晴らしいメロディーと斬新な演出も見どころですね。ウパルパネコドッグ、プロペラネコドッグ、犬を構成するメンバーの紹介をします。まずリーダーでありウパルパの楽曲、映像すべてを制作しているボーカル、ギター担当の岡本氏、トラブルメーカーです。皆さんおなじみ。そしてもう一人のギターボーカルは私、プリンです。あとはベースのヨッシー。皆さんヨッシーについてはこれからたくさんお勉強していきましょう。ヨッシーはすごく面白いです。そしていつも後ろでかっこいいビートを刻んでいてくれているドラムのユッキ、そしてそしてそしていつも私たちのステージで同じまさこ、まさこの以上のメンバーすよっ。
そみしだろう。つらい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 、ここが木曜の世界じゃないの。